35番、あ、いらっしゃいました。お、いらっしゃいました。おめでとうございます。ありがとうございます。AMD のマントつけてますね、はい、プロセッサーが好きなんですね。はい、はい、当選された方おめでとうございます。おめでとうございました。はい、はい、それですね。さあ、もうプレゼント終わりですよねと思いますよね。まだあるんですか。まだ、心がどっこい。おお、なるほどなるほど。まだですか、はい、こちらもう今日の今大会のもう本当に目玉です。なんと目玉プレゼントは、はい、こちらです。ドドンドドン、拍手拍手拍手じゃないですか、こんな拍手。はい、レイザー様からですね、アートロックススティック 4XBOX360 になります。はい、こちらですね、はい、本日選手の方々も使用している最新のスティックでして、はい、選手の方も使用しているスティック見せてくださいよ、はい、あのみんなが知ってるプレイヤーがこれです。どう触っている、はい、このコントローラースティックで、こちら改造が簡単に行えるということで開いてみてください。はい、開けるんですか。ここを押すとですね、ボタンを押すとですね、お気をつけください。おお、ご会長開いちゃいます。開きます、はい、すごいですね、ボタンもちゃんとやれるんですね。そうですね、カスタマイズも簡単ということで。なるほどなるほど、はい、ボタンとジョイスティックとあとここのカバーですね、簡単に変えられるということで、はい、かなり夢の詰まった商品ですね。これをなんとこれを、まあ、1名ですよね、まあ、ここは1名様なんですね。ここは1名なんですか。なるほどなるほど、はい、ここは1名様、ここは1名、はい、1名様にプレゼントです。なんだよ、期待させちゃったよ。はい、はいはい、では、ハメコさん、はい、あのね、このレーザーのアートロックスっていうスティック、はい、あの結構お値段するんですよ。はいはい、はい、これですよ、当たってる人重要ですよね。これ当たったらマジで美味しいですよ。はい、さあ、そのこの幸運の持ち主は誰だ。167番、167番の方、いない。恥ずかしがってんじゃないよ、もったいない。はい、さあ次行っちゃいましょう。さあ次行きましょう。じゃあ行きますよ。332番、332番、332。あ、お、いらっしゃいました。いらっしゃいました。おめでとうございます。おめでとうございます。あらあら、いやー、今日一の秋のいい思い出になりました。では、こちら幸運の持ち主、じゃあこちらの方に、はい、壇上までお越しくださいませ。壇上に上がっていただきましょう。あら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 、幕張まで来てよかったですね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん拍手でお願いします。はい、おめでとうございます。感想とかどうですか。いや、なんかちょっとびっくりしました、ね。いや、もうなんかちょっと今当たらないそうだったんで帰ろうかなと思ったんですけど。よかったですね、帰らないで。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ぜひ使ってあげてください。はい、お、はい、どうぞどうぞどうぞ。はい、お、記念撮影ですね。いい思い出になったんじゃないでしょうか。はい、改めて大きな拍手でお願いします。はい、大きな拍手でお願いします。おめでとうございます。はいはい、さあ、ですね、今回これで、はい、プレゼント抽選会終わりになります。はい、はい、それで、いよいよ最終戦の第5試合を行いたいと、はい、思いますが、選手の皆さん登場お願いいたします。はい、お願いします。さあ、今スタンバイをしていますけれども、はい、先ほどの試合で、のび選手が勝利したので、はい、うん、今3勝同士で並んでると。そうですね、そうですね、はい、だからやはりこれがですね、はい、なんと、まあ、事実上のなんと、はい、決勝戦です。そうですね、です。先ほどの抽選券で当たらなかった人もこの試合をぜひプレゼントとして持って帰っていただきたいぐらいの、そうですね、はい、見れないような試合になってますのでぜひお楽しみくださいませ、はい、もうなんか運命に導かれたような、だって師匠と
さっきおっしゃったじゃないですか、はい、まあそうですね、もう、まあ、ある意味多分ライバルでもあるよ、ね、そうですね、この2人、はい、結構さまざまなその鉄拳の大会になると、はい、まあ、彼らってぶつかるかチーム戦だったら一緒に組んでるかみたいな、そうですね、そういうパターンが多いので、はい、なるほど、まあ、お互いの、ね、手の内も、ね、はい、かなり分かっている者同士の対戦なの で、はい、まあ、レベルが高くなることは必至なんじゃないかなと、はい、思います、ね、ちょっと皆さんも楽しみにしていただければと思います。はい、じゃあちょっと準備が整うまで少々お待ちください、はい。さあ、先ほど野見選手が使っているドラガノフとラースというキャラクターについて説明いたしましたけれども、ユウ選手が使っているキャラクターというのはフェンとレオというキャラクターで、はいはい、中国拳法を使うキャラクターなんですね、はい、ですが、先ほどのドラガノフは割と攻撃的なキャラクターと言いましたが、フェンとレオに関してはスタンダードのキャラクターで、はい、攻めてもいけるし守りにもいけるといったキャラクターなので、それをうまくどのようにユウ選手が使っているかというところが見どころになってくるかなと思います、はい、なるほど、なるほど。さて、どうでしょうか。ボタンチェックですね、今。はい。あ、OK ですか。大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫ですか。はい。はい、では、最終戦、事実上の決勝戦、準備が整ったようなので、試合の方を始めさせていただきます。はい。羽生さん、修二さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。そうですね、まあ、先ほども言った通り、これが決勝戦です。まあ来るべくしてきたという形ですね。まあ最後の試合なんで、まあ皆さん、はい、盛り上がって盛り上がってまあまあやっていきましょう。見てもらえたらいいかなと、はい、思います。鉄拳タクトーナメント2アジアチャレンジバトル決勝戦、レディーファイト。ありがとうございます。さあ、ワンピー側がノビ、対するツーピー側がユウ。さあ、かなり卓越したプレイヤー同士の戦いですので、距離の取り方とかっていうところのも見ていただければなと思います。全てが、はい、全てがハイスペック、ハイレベルですね、はい。さあ、選ばれたステージはかなりいろいろなギミックを持ったステージ。そうですね、何かが起こるたびに解説していこうかなと思ってます。さあ、これを空振りさせて美味しい思いをしているユウ。下段から連続的に攻めていく。これはガードして、うまくチェンジしましたね。さあ、2発目はカウンター。ここでレオが登場。さあ、かなり両者ともチェンジを細かくして、あ、この赤いゲージが体力を回復するゲージなんですけれども、はい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 、そこをうまく回復して次につなげていくといった、この小刻みにチェンジできるところではとにかくチェンジを1回して、はい、この控えの今控えのキャラクターの体力回復してるの分かると思うんですけども、まあ、この回復をできるようにしていくと、はい、かなりもうチェンジに慣れたプレイヤーの戦いと言えるでしょう。さあ、1ラウンド目はユウが取っている。さあ、この空振りを見逃さない。さあ、この俺もやり慣れた試合といった形でしょうか。壁を壊して、さあ、フェンの体力残り3割ぐらいだったので、ここはもうレオにチェンジせざるを得ない。暴れている。さあ、そこを裏切っていくのが野見選手。さあ、これは壁にありついてバウンド、空振りしているがお構いなしに壁コンボ。さあ、この勢い止められない。さあ、今野見選手がチェンジ際に使ったなんか動くパンチはかなり回性能が高い技なので、はい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 、チェンジの隙をつく相手に対して逆に技を当てていくことができる技になっています。なるほど。さあ、投げを決めていったのはユウ。下段から行くのはノビ。プチッと、さあ、お互いに体力はわずか。これはチェンジせざるを得ない。後にチェンジしてしまった。ユウの方に打撃が入っている。投げが通っている。置き攻めは下段、有利を取って投げを決めていく。さあ、ユウのペースがあると思わせたところに横移動から技を決めていったのはノビ。ここはチェンジしている。お互いレイ状態。さあ、これで2発目。さあ、出し切っていった。さあ、今一発目をね、横移動で回避したので、はい、まあ、反撃をしようとノビは思ったんですけども、タイミングをずらして2発目が飛んできて、
そうですね、やられてしまいましたね。かなり裏切った行動と言えるでしょう。さあ2発目空振り、そこにタックル決めていく、アッパー置いてある、下段から下段、浮き攻めは投げが取る。さあラストの体力わずか、ここは勝負にいった。さあ変えさせることを許さなかったユウ選手の勝利となっています。さあ1試合目を取ったのはユウ。さあここでノビ選手巻き返していきたいところ。さあステージをチェンジするようですね。そうですね。さあいろんなギミックがあったって言ったんですけど、一個も使われずに終わってしまいましたね。壁を壊したぐらいですかね。はい、そうですね。まあ、あと床が割れたりとかいろいろあるんですけど、はい、あるんですけど、まあそれはご購入してからのお楽しみということで、はい。さあ先にユウ選手がリーチをかけた、ノビ選手は後がない状況。どういった試合運びをしていくのか。さあ2試合目、今度は画面の手前側の壁が壊れる。さあこのステージは、はい、壁を壊す前はかなり狭いステージなんですけど、壁を壊すことによって広くなります。そのため壁からの距離が遠くなるので、かなり安全に戦えるようになるステージになりますね。なるほどなるほど。さあ狭い楽圏です。この壁際の攻め一気に生かして、ユウの体力奪い取っているのがノビだが、ここにアッパー置いてある。バウンド、これは空振り。さあさあうまい下段を読み切ってガード、チェンジしたのは命令をしたこのユウ。さあどうなる、横から指令ドッと残っていたが、さあ下段を警戒して、下段の削りを警戒してしゃがんでしまったところに素早い中段技が置いてあった。バウンドから壁コンボ、一気にダイナメージ、これはガードしている。反撃からチェンジ、チェンジがうまいですね。しっかりね、無理にチェンジするのではなくて、一旦安全な状況を作ってからチェンジしている、はい。さあこのチェンジが功を奏してユウが逆転を渡しましたね。これで3ラウンド目、壁コンボしっかり、ここでドラグの、体力の少ないドラグの方を控えに回してラースが出てくるが、壁際に追い詰められた状態、ここから逃げ出さないとノビとしては非常に危険。これはガブしている。さあ今度は逆に壁に追い詰めているが、ここはユウはしっかり横移動で距離を取っていった。さあ目まぐるしく攻防が変わっていますね。展開が非常に早いですね。このゲーム、そうですね、すごい展開が早いので追いつくのもやったんですけれども、さあここでユウはタッグクラッシュ、緊急回避で避けたところでしっかりラウンドを取っていく。さあこれでユウがリーチ、これが後ろ反撃もしっかり、おっと、しっかり集中してますね。起き上がりね、攻めたんですけども、後転で距離を取ったことによって隙が生まれたと、はい、そこに反撃を決めていった。さあ浮かせていったのはユウだが、軸はずれていたか。さあノビのラースの体力は半分を切っている。一発いったら終わってしまうぞ。しかしあえてチェンジせず攻めていく。どうだ、これドラムのチェンジしたが、空振りを見逃していない。さあ体力がわずか、ここはクラッシュをしている。攻めるガードがしっかり、しかし反撃が届きにくい感じでしたかね。投げを通して、さあカウンターワンツーから、これは時間がわずかだぞ。これガードしている。さあ逃げ切ったノビが取り返して、これで2試合目のファイナルラウンド。お互いに距離を取ってノビはラースにここで早めにチェンジ、空振りは見逃さない。投げが通ってしまう。どうなる、ラースの体力は6割、ここはチェンジ、ドラグの方が出てきている。下段からもう一度下段、
さあ状況的には壁に追い詰めているノビが有利なんではないでしょうか。さあだでかい回し蹴りからチェンジに対して攻撃を決めていく。下段割り込んでおっと空振り、これは壁まで行く、壁が割れて踏みつけてからもう一度、さあタッグクラッシュで一命を取り留めたノビだが逆転あるか、浮かせてバウンド、壁コンボからどうだ、さあギリギリでしたがタイムアップ体力が上回っていたノビの勝利、これで 1-1 ですね。やはり先ほどまで 2-0 の試合ばかりでしたがここでは拮抗しますね。ですね。さあこれで泣いても笑っても勝った方が優勝。決勝戦の最終試合、さあ 1P 側がノビ対する 2P 側がユウ、この試合に勝った方が見事優勝となります。選ばれたステージはフィジーステージ、結構標準的な、そうですね、かなり広めのステージで結構みんなに親しまれるステージだと思います。投げ落としていく、置き攻めに対して置き上げ下段キックカウンターヒット、ここから空中コンボをしっかり決めていく。さあこれドラグノフにチェンジ、今コンボの締めにチェンジの可能な技を当てていますね。はい、それが安全に、はい、安全にチェンジすることによってリスクを回避している。なるほど。さあノーニューのレオがレイジでしたが、ここでレイジ時間切れる、体力的にはユウが大幅にリードしている状態。投げが決まって置き攻め下段中段から、おっとこのアッパーは空振りしている、そこに投げ飛ばしていったのはユウ。さあこれで 1ラウンド目の選手、下段が決まってしまう、バウンドからコンボまでしっかり決めていく、こちらもおかしい投げ、これは読んでいたか、しっかりとしゃがんでガードしたのだが反撃が、さあかなりやっていきますね。おばも浮かせ技打っている、この浮かせ技どう当てるかですね。そうですね、当てた方が勝つみたいな試合になっています。さあ空振りしてしまっていた、しかしユウのレオの体力残り技からのでここにフェンにチェンジ、このレイジをうまく生かしていない、いやレイジが非常にダメージ高い、おっと受ける、こちらも お返しと言わんばかりですね。ここからさあしゃがみステータス使って投げていったのはユウ、これで2本取って優勝にリーチ。さあ一気にドラゴンの体力半分奪っている、さあ一気に勝負を決めに来ているといった形ですね。そうですね、はい、勢いに任せていきたいという意思が感じられるこの攻め。さあこれはノビとしては追い詰められている状態、さあその体力が残りわずか、一発決まったら終わってしまうぞ、カウンターこれは読んでいる、やべえダメージもしや、さあこれは決まる、安全なチェンジから10割持っていきました即死しましたよ。さあ逆転を果たしてこれやっと1ラウンド取り返したノビ、さあこの流れで持っていきたい。さあ距離を取っている、詰めていこうとしているのはノビ、タイミングを測っているのはユウ、浮いている、この浮かせ方非常に強力、バウンドからドラグノフが出てきてラス、壁からおーっと軸がずれる、さあ体力がないぞ、浮かした、勝ったのはユウ選手さあおめでとうございます、盛大な拍手をお願いします。ユウ選手おめでとうございます、おめでとうございます、皆さん盛大な拍手でお願いします、ございます、おめでとうございま す, お, いますお疲れ様でした。いや熱い戦いでしたね、はい、いやどうなることかと思ったんですけど、なんか逆転に次ぐ逆転劇が、そうですね、もうかなりありまして、はい、でもやっぱり展開が早くてこのゲーム追いつかないんですね。そうですね、はい、あんなに減るんですね、
あの、レイジ状態という、はい、その最初に言った、彼氏を殴られた彼女が、はい、怒って攻撃力が上がるっていう、すごいバイオレンスの話、はいはいはい、あれですよ。あの彼女は10割持ってっちゃうっていう、そんな感じで持ってかれてましたね。軍事服着てますけどね。はい、なるほど、なるほどですね。でちょっとあのこの後ですね、はい、表彰式の方を始めたいと思うんですけれども、はい、ちょっと試合を振り返っていただいて、今日の試合の総括、あと今大会の総括っていうのをちょっとお願いしたいんですけど、よろしいでしょうか。はい、総括ですね。まあ、途中でちょっとライアンハート選手が、ね、イギリスのプロゲーマーライアンハート選手が出られなくなってしまって、はい、それで1人減っちゃったっていうのがちょっと残念だったんですけども、まあ、そうですね、はい、まあそのまあ、国内の屈指のプレイヤーであるこのユウとノビ、今戦った2人が、はい、まあ、その言われている通りの実力をね、発揮して素晴らしい試合を最後に見せてくれて、そうですね、非常に楽しかったですね。はい、はい、まあ、かなりその今回いろんな国から参加しているプレイヤーがかなり多いので、はい、まあ、そういった各国 の, あのスタイルとかも見られたのがすごい良かったのかなと思ってます。はい、あ、はい、なるほど、なるほど。あれ、ちなみにどっちが師匠で、どっちが今日優勝した優勝した側がね、優選手が、はい、優勝した優選手が、はい、師匠、師匠の方。あ、なるほどですね、はい、簡単に言いますね。結構ね、そのやっぱり大きい大会では、はい、弟子の伸びが、はい、ものすごい活躍を見せていて、あ、そうなんですか。まあなんかどっちかというとやっぱり伸びの方が勝率が高いっていう組み合わせではあるんですけども、はい、あの優選手はですね、はい、非常に経験豊富なんですよ、はい、あ、なるほど。あのでかい大会何回も経験してきてるので、はい、なんかこういうあの重要な場面で勝つんですよね、はい、なるほど、はい、精神力の強さです。そうです ね、 なるほどですね。かっこいいですね。はい、表彰式、あ、もうちょっとお待ちください。はい、はい、皆さん今大会楽しんでいただけました？楽しんでいただけた、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何かすみません。ありがとうございます。はい。まあ本当にレベルの高い試合が東京ゲームショウの中で見せることができたという感じで、すごい良かったんじゃないかなと思ってます。はい、うん、はい、もうちょっとですかね。はい。多分緊張してるんでしょうね。ゆうさんの緊張してなかなか出てこない。はい、あ、はい、今表彰式の準備。できましたようですので、はい、はい、始めていきたい、あー、ごめんなさい、始めていきたいと思います。はい、はい、それでは、ただいまより鉄拳タッグトーナメント2アジアチャレンジバトルの表彰式を行います。ありがとうございます。はい、ではプレゼンターは、羽野さんにお願いしたいと思います。はい、はい、では呼ばれた選手は、前の方にお願いします。第2位のび選手、拍手、拍手お願いします。はい、拍手お願いします。お願いします。どうぞ。はい、いや、おめでとうございます。はい、第2位ののび選手にはですね、リーダー様からリートパックですね、あ、出てますね。はい、はい、商品プレゼントいたします。はい、カオ様よりメグリズム蒸気でアイマスク気分ほぐしてシャキと、はい、レイザー様からレイザーリートパック、はい、これですね、これが、アイマスクですね、蒸気でアイマスク気分ほぐしてシャキを、はい、そしてですね、賞金5万円を、5万円です。はい、以上贈られます。はい、はい、のび選手おめでとうございます。あ、のび選手、準優勝された感想の方をコメントを一言お願いいたします。いやー、いつもユウさんとはね、もう大会の決勝戦で10回ぐらい多分当たってるんですけど、本当に勝って負けて勝って負けてみたいな感じで、今日もう負けちゃったんで、次なんか大会あったら勝ちたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ぜひ次は師匠に打ち勝っていただきたいと思います。
はい、そしてですね、優勝はユウ選手、どうぞ。はい、どうぞ、拍手お願いします。はい、おめでとうございます。はい、優勝されたユウ選手にはですね、こちらの商品が贈られます。はい、まずですね、レイザー様からリートバッグを。はい、おめでとうございます。はい、カオ様から、アイマスクを、蒸気でアイマスク、気分をほぐしてシャキを。はい、そしてですね、レイダー様からアートロックスアーケードスティック 4XBOX360 を。おめでとうございます。そしてですね、なんと賞金20万円、20万円です。はい、こちらが贈られます。おめでとうございます。ございます。はい、ユウ選手おめでとうございます。それでは、優勝された今の感想を一言お願いします。はい、ユウです。ちょっと今回大きな大会ってこともあって、鉄拳やってる方にはね、ちょっとお見苦しい試合というか、投げ多めの、ちょっと緊張して投げ抜けれなくなるところをついたって内容だったんですけど、まあ、さっきのびも言った通り、いろんな大会でね、決勝で当たって、まあ、チーム戦も組んだりして、でなんか、まあ、いい関係でやれてるんで、これからも、まあ、ライバルとしても仲間としても2人で高め合っていきたいと思いますので、どうぞユウとのびをこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ユウ選手ありがとうございました。それではですね、本日、実況と解説をしていただいたお二人にも一言ずつ感想の方をお聞きしたいと思います。はい、いやー、決勝戦めちゃくちゃ熱かったです。驚きました。うん、まあ、まあ、こんな感じのね、鉄拳という格闘ゲーム、割と派手で、はい、まあ、そのやり込むとどんどんその難しさというか、やることが覚えることもどんどん多くなっていくんですけども、はい、まあ、触りは非常に簡単で爽快で楽しいので、はい、まあ、ちょっとこれを今の試合見て、はい、なんか面白そうだなと思ったら、まあ、ぜひ一度皆さんにもお試しいただきたいなと、はい、はい、思います。ありがとうございます。はい、まあ、今回の試合を、ね、解説させていただいたんですけども、やはり本当に先ほどハメコさんも言ったように、いろんなテクニックがあって、で、いろんなこういう風な盛り上がった試合を見れたことっていうのは、もう解説冥利に尽きるかなというところがありますので、今後もなんかこういろんな、まあ、ユウさん、ノビさんに関わらず、いろんな各国の人が、全世界の人がプレーをしている鉄拳なので、はい、ぜひここで興味を持った方がいたら、ぜひ触っていただければなと、はい、これから思っています。はい、はい、ありがとうございます。はい、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、今日僕初めて鉄拳の大会というものをちょっと見させていただいたんですけれども、はいはい、やっぱその派手でかなり爽快感があって、うん、しかもグローバルでワイドでみたいな、はい、もう、はい、この後ぜひ僕もプレイしてみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、皆さんもですね、鉄拳やったことないよって方いらっしゃいましたら、ぜひともプレイしていただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今プレイステーション3で無料の鉄拳レボリューションという、まあ、鉄拳があるので、はい、無料ですか？持ってれば、はい、ただで遊べるので、なるほどなるほど、まあ、一回試してみるのは、はい、いいと思います。いや、はい、ぜひちょっと試してみたいと思います。はい、皆さんも鉄拳やりたくなったんじゃないですか？鉄拳やられてる方もうずうずしてしょうがなかったんじゃないですか？ありがとうございます。皆さんの心の声聞こえました。いや、ここ笑うとこですからね。いいですよ、皆さん写真撮っても。はい、はい、おめでとうございます。皆さんいいですよ、前に来て、どん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 、今だけしか撮れません。はい、今でしか撮れないですよ。はい、いや、すご
いですね。賞金20万円ってすごいですよね。工藤さん、20万円あったら何に使いますか？20万円あったらですか？はい、鉄拳やります。ありがとうございます、はい、素晴らしいコメントいただきました、はい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 、ちなみにシューディーさんじゃあ何に使いますか？20万あったら、まあみんなで焼肉ですかね。焼肉いいですね、はい、焼肉行きたいですね、美味しいところに。はい、金子さんは何に使いますか？ゲームやるっしょ。さすが、ここに来てんだから。そうだね、ゲームやるっしょ。その通りですよね。はい、そうですね、はい、あ、でもカンコレグッズとか買うかもしれないです。はい、待っていただければですね。あの、皆さんこの後もまだお時間ありますので、ぜひ、東京ゲームショー楽しんでいただければと思います。はい、それではですね、はい、以上をもちまして、鉄拳タッグトーナメント2アジアチャレンジバトルを終了いたします。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、鉄拳タッグトーナメント2アジアチャレンジバトルは、協賛にレイザー様、エイリアンウェア様、ジンズ様、花王様、主催は日経 BP 社と株式会社テクノブラッドでお送りいたしました。司会は私、工藤優太郎がお送りいたしました。それでは会場の皆様、本日はありがとうございました。はい、それではですね、一旦休憩を挟みまして、14時から、この会場にてワールドオブタンクス G スター日本代表決定戦の決勝大会を行います。はい、今話題のですね、新作戦車 TPS ゲームの日本代表決定戦が行われます。またですね、来場者プレゼントも用意しておりますので、ぜひご覧ください。それでは、お楽しみください。